と、それではこちらの文献を紹介させていただきます。アブストラクトです。この論文では、フィニットステートトランスデューサーというものを使って、それを文法誤り訂正に適用する手法を提案しています。学習者コーパスを使用しないアンスーパーバイズドな手法と、学習者コーパスを使用するスーパーバイズドの、2つの実験をして、有効性を示しました。イントロダクションです。文法誤り訂正タスクでは、これまでニューラルマシントランスレーションアプローチが、高い性能を示していきました。ただその NMT の、出力っていうのは、たくさん の予測されうる、ものが存在しています。これは、予測空間が、広大であると言えます。しかしこの誤り訂正タスクでは、局所的で合理的な訂正を行うというのがこの問題であって、本来その強い制約があるはずの問題であるはずだと、筆者は述べています。そこで、フィニットステートトランスデューサーというものを使って、NMT の予測空間を制限してあげようというのが、この、モチベーションです。フィニットステートトランスデューサーを説明していくんですけど、まず、フィニットステートアクセプターというのを説明します。これは、ある特定の記号列を、受理するか否かを表すモデルです。こちらに表しているのがその例で、初期状態っていうのが、丸1って書いてあるところです。で、そこから、スタートして、状態遷移図だと思ってもらえばいいんですけど、1の状態で、A っていう入力を受け取ったら、状態2に、遷移します。で、状態2にいる時に、入力 B を受け取ったら、状態4に遷移します。で、この状態4が、最終状態になります。一方で、状態1の時に、入力 B を受け取ったら状態3に遷移して、状態3で入力 A を受け取ったら状態4に遷移します。というふうにして、入力が、AB か、BA の時に、その入力を受理するっていうモデルになってて、それ以外入力が来たら、受理されないっていうことを表しています。フィニットステートトランスデューサーの説明です。これは先ほどの、アクセプターの拡張として、状態遷移において、入力記号を受理すると同時に、それに対応する別の記号を出力するモデルです。で、こちらの図が、さっきの拡張なんですけど、ちょっと状態の番号をずれてるんですけど、0が初期状態で、AB っていう入力を受け取った場合、最初の A が受け取られたら、0から1に遷移するんですけど、その時に、large A っていう記号を出力します。で、1から3に状態遷移するときは、large B っていう記号を出力します。なので、入力が AB の時は、large A、large B を出力して、下のパスでは、BA が入力されたら、large B、large A を出力するような、モデルになっています。で、また、それの拡張として、weighted finite state transducer っていうのがあります。これは、先ほどの状態遷移に対して、重みを付与されたもので、その遷移のコストや確率といった概念の導入を可能にしたモデルです。例えば、それぞれのパス、アークっていうんですけど、アークにコストが今振られた状態です。で、入力 AB がされたときは、large A、large B って出力がされるんですけど、それと一緒に、重み、4.0 が出力されます。たどってきたアークの 0.5、1.0 で、最終状態の 3.0 って重みが、加算されていって、この値が出力されます。はい。
これがアフィニットステートトランスデューサーの説明です。で、この FST は、音声認識でよく使われるらしくて、こちらが、単語発音辞書を表す SFST です。例えば、青赤っていう風な入力が来た時に、最初、その0の初期状態で、A と D っていう、2つの記号が、入力可能な状態です。で今 A を受け取って、で、次の状態で、O が入力されたんで、上のパスをたどって、0、1、次に7っていう、パスをたどります。でその後に7の状態の下のこのアークが伸びてるんですけど、ここで表しているのは、このイプシロンから表しているのは、その入力信号でイプシロンの場合は、入力なしで状態遷移ができる状態で、出力側のイプシロンは、何も出力しないということを表しています。なので、状態7に来たら、そのどんな入力がなしでもここに遷移して何も出力しないんで、7に来たらそのまま0に行くっていうことができます。でその後に、赤っていうのが入力されるんで、この2行目のパス、赤っていうパスをたどっていきます。でその、遷移の途中で、青と赤っていう出力記号があるので、出力的には、漢字の青赤が出力されます。はい。で、言語モデルも表すことができます。これは、単純に、初期状態で、青か赤かの、入力を、待って、それが入ってきたらそれに対する言語モデル確率を付与して次の状態に行って、また単語とその言語モデル確率を出力するっていう、ものです。はい。で、この FST なんですけど、ある、トランスデューサーと、また別のトランスデューサーがあったときに、その2つの、変換過程っていうのを合成することが可能です。今、T1 と T2 っていうそれぞれ違う、トランスデューサーがあったとして、下の T1 この丸 T2 ってやると、これ合成っていう意味なんですけど、それが合成の、演算っていうのがもう決まってて、この2つをくっつけると、1つの、トランスデューサーに、変換されます。これもこの検案書で利用しています。はい。でここから検案手法の具体的な説明をしていきます。で、ざっくり流れを言うと、予測空間 H っていうのを、SFST によって、表現します。でその H を使って、NMT のニューラルビームデコーダーに、制約を加えて出力するっていうことをします。でまずはこの予測空間 H を作ることから始めます。で H を構築するために、5つのトランスデューサーが登場します。で、I と E と P と L と T ですね。インプットとエディットとペナライゼーションとランゲージモデルとトークナイゼーションを終わらせています。でまずは、学習者コーパスを用いない手法で説明をします。まず、I は、入力単語列を、そのままあの状態遷移図のように表現したもので、この例だと「in a such direction there is no other way」っていうのがあるんですけど、この「in」が入力されたらそのまま「in」を出力する。
で、アが次来たらそのアを出力するっていうふうに、ニューヨーク単語列を入力単語列にそのまま変換するような遷移を表しています。これが i です。で、2つ目の e は、これは先行研究で提案されている、コンフュージョン説っていうのを、表現した遷移になります。で、例えば、これがその e なんですけど、左側のこのループしてるののこのシグマは、どんな入力でも受け付けて、でそれに対してその出力のシグマは、その入力されたもの自身を出力するっていうことを表しています。で右側の、右側の状態に遷移するパスアークに、の入力として設定されるっていうのは、この例だと is と at wait selection です。で、この4つの単語が入力された時だけ右側の遷移をします。で、どう遷移していくかというと、例えば way が入力された場合、way に対応している出力は、CORR タグなんで、このコレクションタグをまず出力します。でその後に、その遷移した状態から、元の状態に戻るときに、シチュエーションと、ウェイズっていう、アークが設定されていますので、ウェイが入力されたら、コレクションタグで、その後にウェイズっていうのを出力するような流れになります。はい、なんで、このコンフュージョンセットっていうのには、その訂正候補となりうる、その候補みたいなのが設定されてて、例えば、is っていう単語だったら、その訂正候補は a か b か was だろう。で、監視 a に対しては、an か the が訂正候補であろうみたいなものがこうダーッと定義されていて、このグラフだと省略されてるんですけど、もっとたくさん、並んでいるっていう風なものが E になります。で、括弧3番は、P なんですけど、これは、さっき付与した、コレクションタグに対して、ペナルティ、設定したペナルティに変換する遷移を表しています。で、これなんですけど、コレクションタグが入ったときは、何も出力しないんで、コレクションタグを削除して、代わりに、ラムダコレクションっていう、ハイパーパラメータを、その重みとして出力するような遷移になります。で、この、こっちはちょっと、まだ説明したいんであれですけど、このタグ以外が入力されたら、そのまま出力するようなモデルです。で4つ目の L が、これは 5g ランゲージモデルを構築しておいて、さっき説明したように、そのままランゲージモデルの遷移と、確率を重みとして表した遷移です。はい、で、まず、i と e の合成を取ったものをここに示しています。i と e なんで、インプットと、エディットですね。で、ちょっと分かりづらいんですけど、 i は入力をそのまま並べたものでした。それに対して e は、ある単語に対してその単語の訂正候補っていうのを並べたものでした。なんで、この a っていう入力に対して、その訂正候補は an か the だろうというふうに定義されていますので、その合成を取ってあげると、この in a such の a のパスに対して、それ以外の an と the
も、タドルパスが追加されていることが分かります。これが、合成された状態です。で、その合成を、さっき説明した4つ IEPL で全部結合してあげたものを H ワードとしています。さらに、これワード単位なんでワードってつけてるんですけど、NMT に適用させたいので、NMT はよくサブワード、まあ、バイトペアエンコーディングを使うことがいいと言われてるんで、単語からサブワードに変換する遷移 T っていうのを作ってあげて、それも合成してあげます。でそれが、HBPE って書いたのに、これまでの5つの遷移を合成したものになります。でこの HBPE が、目的の予測空間になります。で、もう一つ、教師ありなしの方、学習者コーパスを使う方は、I を構築するときに、そのまま入力単語をインプット、遷移に変換してあげるんじゃなくて、SMT を事前に訓練させておいて、その出力の N ベストリストっていうのを遷移として表してあげます。でこれを I として使います。で、あとは一緒で、I と E と P と L と T の合成をとって HBPE っていうのを作ってあげます。はい。で、実際に予測するときなんですが、先ほど作った HBPE の、ものと、ニューラルランゲージモデルと NMT を加えたスコアを使って、ビームサーチを行っていきます。で式でいうと、まあ、こういうふうになっていて、この3つのスコアを使っていることが分かります。で、もし、さっき定義した、状態遷移にのパターンにないような入力単語列が、来たら、この HBPE のその、まあ、重み確率を無限大にしてあげます。で無限大にしてて、ここでマイナス取ってるんで、実際すごく小さい値になって、でアグマックスなんで、実際にはその入力単語列は、受理されないことに意味しています。はい。で実験です。まあ、使ったモデルとデータセットなんですけど、ランゲージモデルは、5g ランゲージモデルに KLM、 ニューラルランゲージモデルにトランスフォーマーデコーダーアーキテクチャ、データセットはこちらです。でシーケンス2シーケンスは SMT は、先行研究で提案されたものと、 NMT はトランスフォーマーで、データセットはこの2つです。で NMT ニューラルランゲージモデルはバイトペアエンコーディングを使用して、ビームサイズは12です。でアンスーパーバイズドの方の結果です。でこの1行目は、過去に提案された、ランゲージモデルで曖昧訂正をする手法です。でそれに対して 2,3,4 行目が提案手法なんですけど、その先行研究と比べて、スコアが大きく上回っていることが、分かりました。はい。あ、こちら、スーパーバイズド、すみません、これ間違えました。スーパーバイズドの方の結果です。で、1行目のベストパブリッシュって書いてあるのは、まあ、この時点での、一番高いスコアを出した SMT と NMT のハイブリッドモデルです。で2行目のアンコンストレインドシングル NMT は普通の NMT です。でそれに対して、今回の提案手法をそれぞれ適用した、結果を見てみると、まあ、スコアがだんだんと向上してて、一番下のもう FST を使ったものに対して、NMT の 4X っていうのがその4つのアンサンブルを使った手法で、
プラスニューラルランゲージモデルを組み込むことで、まあ、一番高いスコアを出して、このコムル2014の、結果を見ると M2 スコアが、これまでの最高性能を上回っていることが、分かりました、はい、コンクルージョンです、フィニットステートトランスデューサーを分布曖昧訂正に応用して、予測空間を制限するっていう手法を提案しました。アンスーパーバイズド手法では、先行のランゲージモデルベースとの訂正アプローチの性能を大きく上回りました。スーパーバイズドの手法では、FST を、まあ、SMT ラティスに適用し、ニューラルランゲージモデル NMT と組み合わせることで、コヌル2014において最高性能を達成しました。以上で終わります。